今回はベースの活用方法について解説しますまずこんな方におすすめということで雑貨やアクセサリーなどの一点物を売りたい方似顔絵やイラストのなどを書いて販売している方こういった複数の商品ではなくうち商品を売りたい方におすすめとなっています、はい、また有料のオフ会を開催するときお手伝いなどのサービスを 販売している方、セミナーワークショップを開催している方といったまあ形のないものを売りたいときなど、売りたいときに向いているおすすめとなっています。また、えー、動画コンテンツ、電子書籍、ワードプレステーマ、プラグインなどといったデジタルコンテンツを売りたい方にもおすすめとなっています。まあ、こちらもまあ形のない商品ということで、 こういったデジタルコンテンツを売りたい方におすすめな Web サービスとなっています。えー、また、ベースで作成したネットショップ単体では、まあ、SEO で検索上位に表示させるなどの集客力が少し弱いので、まあ、ワードプレスブログ、Twitter や Facebook などの SNS を活用して、まあ、見込み客が訪れる集客ルートを作成することが大事となってきます。 ワードプレスブログをお持,ちお,お,お持ちの方は、そちらをと連携していただいて、より集客ルートを作成していただくと、まあ、ネットショップに訪れる方が多いかと思いますので、そちらを活用してみてください。はい、えー、今回のこの動画は以上となります。